はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ、今回もね、サブノティカビロゼロやっていきたいと思いますけどもね、ご覧ください。ここにね、上ですね、島のデルタ基地のね、ところにあった植物をね、取ってきて、こんな感じで植えてみました。これね、食料になるんじゃないかな、ということでね、ちょっと期待をしているんですけどもね。はい。というわけでね、今回はですね、なんかいろいろね、集まってきた、Cトラックのですね、この拡張モジュールですね。これ。Cトラックドッキングモジュールっていうね、これをね、今回ちょっと作って試してみたいと思います。さあ、というわけでね、材料はもう全部揃ってるんですけども、このCトラックドッキングモジュール、これね、すごそうですよ、これ。なんと、プローンスーツを運搬できる。ということで、これはもういよいよあれですね。前作で言うところのサイクロプスですよね。プロンスーツを運ぶことができるっていうことでね。まあ、規模感的には Cトラックはね、シーモスの大きさなので単体だと。なので、シーモスでプロンスーツを運ぶっていう風に考えるとめちゃくちゃいいですよね。まあじゃあちょっととにかく作ってみますか。乗り物建造部。あ、そうそう。このね、外にもこういうね、屋外用のプランター見つけたので、こんな風に置いてみました。あとですね、ここ、一つね、伸ばしてありますね。よし、これは、まあいいとして、ありましたね。これ、ひょっとして多分ここでは作れないパターンじゃないかな。ちょっと試しにやってみますか。来たー、これだ。Cトラックドッキングモジュール。ですよね。はいはいはい。これをじゃあ、もうちょっと、こっちの方かな。多分この辺ならいいですよね。よし、行きましょう。これですね。来たかな？あ、来た来た来た。どんなのかな？初めてですよね。これ、こんなの、すごい便利だな。あ、できそうですね。来たー。へえ、こんなになってるんだ。ああ、こっち側にCトラックつけて、ここにプロンスーツですかね。ちょっとじゃあ、持っていきましょうか。Cトラックね。よしよし、来ましたよ。これで、とりあえずドッキングしましょうか。あ、来た。どんな感じなのかな。これ中こういう、まあ、ちょっとした小さな空間になってますね。あとね、これはあれですよね。もう一つ付け加えておくと、さっきね、ノーマル原型の状態の時って真っ白だったじゃないですか。で、これ、色をね、ちょっとまあ塗ってあるCトラックと、ドッキングするとなんか色が少し変わりましたね。同じ色じゃないですね、これね。この黒のね、同じ色じゃないんですけど。よしよし、じゃあ、ちょっとこの場所じゃあれなんで、次はですね、プロンスーツをね、ドッキングどんな感じになるのかな、やってみましょうか。確かにね、これ運べると便利だなと思ってたんですよね。まあ当然ね、こういう状態で行くこともあるでしょうし、まあいろいろね、例えば遠出して資源回収がしたいから、あのストレージモジュールをね、たくさん連結して、で実際探索はこのプロンスーツでやると。ん？これどう勝手になるのかな。あ、なんか、ああ来た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 。うーわ、めちゃくちゃかっこいいじゃん、これ。すごっ。
ちょっとこれ予想外すぎて、想像の斜め上を行く、かっこよさ、めちゃくちゃかっこいいじゃん。うわー、これはいいな。まああとね、個人的にあのちょっと色をね塗って、この色もね気に入ってるんですけどね。すごっ。これじゃあ今現時点でできる連結すべてをやってみましょうか。どうなるかな。多分っていうか、プロンスーツの連結のやつは多分一番後ろにしないとダメですよね。じゃあこれで今3つで、この状態か、この状態でよいしょ。あれ、来た。ちょっと待ってください、これどうなってんのかな。1、2、うわー、あ、これを押すとバーンっていっちゃうんだ。まあ、今ちょっと下にね射出するとあれなんでやめときますが、うん、すごっ。いや、いいですね。これプロスーツ運べるってどんな便利なことになっちゃった。すごっ。よし、じゃあせっかくなんでね、ちょっとこの状態で探索行ってみますか。ブラブラね。まあ装備はまあまあいいでしょう。いいですね。よし、ちょっと行ってみましょうかね。これはでも重量が増えた分スピードとかどうですかね。どうなんでしょうね、気のせいか、まあ、言われてみればっていう感じでレベルですけど、確かにちょっとスピードが遅くなった気がしないでもないけど、まあこんなもんだったような気もしますね。あ、あとね、そうなんですよね、そろそろね、あそこ行かなきゃいけないですね。このパイロットの最終確認地点、あの謎のね詳細不明の女性がデルタ基地でね、あの現れたんですけど、あの女性のあれですよね、パイロットの最終確認地点、あそこで最後に確認しましたって言ってたはずなんですけどね。さあ、相変わらず、はい、リチウムが見えますね。ちょっと回収していきましょうか。この辺りめちゃくちゃいっぱいあるんで。よし、やっぱりね、スクス君いなくなっちゃっているような気がするんですけどね。どうなんでしょうね。はい、また来た、祭り、リチウム祭り始まるよ。来た来た。ここにもありますね。おお、めっちゃある。すごいな、ほんとすごいね、このエリア。水深がねこんなに浅いのにこんなたくさん手に入って、ちょっとねリチウムで安売りしてるじゃん。ああ、これ気をつけなきゃいけないですね。これ鉱石は湧き直ししてないですよね、まさか。いや、どうなんでしょうね、してるのかな。まあもししててね、無限だったらまたそれはそれで話が全然変わってきますけどね。ああ、これ前回も来たとこだな。ですよね。あ、これまだ空き忘れがありましたね。これはもしかしてまだ手にしていない
まだ手にしていないやつなら嬉しいな。スリーパーモジュール。あ、来た。3分の2になった。なんていい場所なんですかね、ここね。え？あ、いた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 。例のやついた。赤いやつ。いたー。いやー、どうしようかな。スキャナーで挑みますか。スキャンだけしちゃうか。よしよし。あ、なんか名前出た。カリセレート。やばい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 っす、やばいっす。カリセレートって言うんだ。なんとかリバイアさんじゃないですね。ちょっとなるべくあの口元じゃないところ。危ない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 。熱い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 。やばいなやばいな。ちょっとスキャンさせてよ。もうちょっとなんだから。きた、スキャンできた。逃げろ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 。危ない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 。ヘルスがヘルスがやばい。来てる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 。なんか来てるっぽいな。いや、来てる来てる来てる。逃げろ逃げろ。ちょっと待って。プロンスーツプロンスーツプロンスーツ。危ない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 。こっちだこっちだこっちだ。もう応急ないんですよね。逃げろ逃げろ逃げろ。よしよしよし、大丈夫かな。もう来ましたね。ついでにスキャンできた。ふう、あー危なかった。で、確かですね、こういうこともあろうかと、ちゃんとね、このシートラックの中にね、積んでありましたよ、救命キットね。よし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 。はい、こんな感じでね、ちゃんと非常用のものは積んであったんですね。バッテリーとね、水と。これももう今、ちょっと一応持っておくか。またね、後で拠点に戻ったら補充しましょうかね。さあ、それでですね、来た、これだ。あ、やっぱそうだ、リバイアさん系列なんだ。カリセレート。これだ。カリセレート。巨大なくちばしを持つ攻撃的なリバイアさん種。やっぱりリバイアさんの一味だったんですね。現時点でこの惑星、この異星の怪物についての情報ほとんどないが、ほとんどのものがこれに関わらないことを、図に住むことを望んでいると。まあ、そりゃそうですよね。そう。なんかね、噛む力がめちゃくちゃ強いなっていう印象ですね。攻撃の際、大きな声を発する小さな魚はその音で一瞬、一時的に気絶すると。よーし、正体が分かったぞ。カリセレートって言うんだ。よしよし。まあ、今日はね、またちょっとまだ軽い挨拶だったということでね。まあいいんですけども、またね、いつの日か、勝負しなきゃいけない相手が現れたって感じですね。よし、ちょっともうちょっとだけ。あ、そうか。せっかくなんで、まあ、ここまでこれで来ましたよと。それで、実際の探索はこれで行くみたいな、そういうのがいいか。そういうことですよね。はい、なんだかんだね、ちょっとこっちの方まで来ちゃいましたね。この、パイロットの最終確認地点がもう目の前ですね。このエリアというところまでちょっと来ちゃったんですけど、まあ、次回以降はここの探索ですかね、いよいよ。これなんだろうね、これ。異星人関係のがありますよね、これ。ですよね、これまたこんな感じになっちゃってるから。
なんかいろいろとね、ここもなんだろうな、広そうですね。いろいろやることがあって、まあこのエリアの探索がね、またこれ下の方もいっぱいあるんで、ここがね時間がかかりそうなら、ちょっと一回ちょっと覗きに行きましょうか。時間がかかりそうならね、拠点を本当に作ってもいいかなって気はしますけど。うわー、すごいな。あ、ルビーがありますね。うわー、すごい、ほんとすごいな、ここ。お、これはなんだ。え、なにこれ、超大容量、超大容量酸素ボンベ。うわー、なるほどね。ちょっとじゃあこのエリアの探索もこれは早急にやった方が良さそうですね。あ、これもかな。あ、これ違うな。シートラック。え、なんかまた新しいの来た。すごいな、ないっぱいあるじゃん。いや、これはね、また時間かかりそうなんで、じゃあちょっとまた、次回ということにしましょうかね。よし、一旦戻るかな。プロンスーツの、まあ、プロンスーツで探索できますよね、これね。はい、というわけでございましてね、ちょっと今こっちにシートラックを持ってきて、このようにまたね、プロンスーツを連結しました。今回はですね、このこれですよね、名前なんだったかな、これか、シートラックドッキングモジュールというね、そうですね、シートラックドッキングモジュールというもので、プロンスーツをね運搬できるようになるとい う、 こう素晴らしいですね、ものを作りました。はい、こんな感じですね。まあ今ね、ここに来てるようにですね、拠点から少し遠い場所に探索に来るときにですね、まあこのシートラック単体、もしくは、プロンスーツ単体じゃなくてね、こういう状態セットで来て、で、ここまではね、シートラックで来て、こっから先はね、プロンスーツでみたいな、そういう使い方ができますよね。で、まああとはですね、このシートラックがね、ここに、ファブリケーターがあったり、ね、なので、まあ、捕まえたものをですね、すぐここで調理して、食料をね、ここでちゃんと作ることもできたりとか、はい。まあ、あとね、こう、ステージもたくさんあるので、まあ、荷物がね、いっぱいになっても、拠点まで戻る必要はないということで、こういう使い勝手ができると。これはね、便利ですね。まあ、やってることははっきり言ってね、前作のサイクロプスと一緒かもしれないんですけど、こっちのがね、断然その小回りが効いて操作がしやすいなっていう、そういう個人的な感想ですね。はい。というわけでございまして、今回はね、こんな便利なものを作ることができました。またね、次回以降のところで、このエリアの探索をね、やっていこうかなと思っていますんでね。はい、そちらもお楽しみにということで、それじゃあね、また次回の動画でお会いしましょう。